次にアミーボについての話題です。この前ジョーカーと勇者のアミーボについて、ご紹介しました。スマブラではそれぞれ育てて遊ぶことができます。この放送がある頃には発売されているのではないかと思われます。今、手元にあるこれらも普通に製品版です。すると次なのですが、はい、これバンジョー&カズーイです。これは、貴重なモックアップ品ですが、また自宅に送られてきてしまいました。バンジョー&カズーイの立体物が今公式にこうやってですね、作られることなんて本当すごいことだと思います。よいしょ。そして実はまだまだあるんですね。はい、ベレト先生です。あれ、ベレスは、ベレスの方が人気なような気がしなくもないですけれども、基本的に 1P ファイターであるベレトが出るということで、あしからず。以上、アミーボのご紹介でした。あれ、誰か忘れてないっけ。誰だったかな。というわけで、テリーボガードを含めた3人がすでに作られています。それぞれ2021年の発売になりそうですので、気長にお待ちいただければ幸いです。スティーブも作るんですかね。もし作るとしたら、他と比べてちょっと楽そうで良いですね。そして、ファイターパス1の5人がアミーボで揃ってしまう。しかしこう考えるとファイターパスって安いなって思う。